皆さんこんにちは、レディーホンカーズの南です。今回もアドリブについて皆さんにお伝えしていきたいんですけれども、前回お伝えしたブルーススケールを使って実際にアドリブをやってみたいと思います。実音 G、テナーの場合は A、 アルトバリトンの場合は E のキーでブルーススケールをまず書き出してみましょう。でこれを使って、一番分かりやすいので、ちょっとブルースを流してみますね。こんな感じで、もちろんブルーススケールというぐらいですからブルースにはとてもフィットしていますよね。なのでこのスケールの音を使えば、少なくとも間違いにはならない、間違いっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけれども、自由に吹いていいよって言われるとすごくやりづらいと思うので、ある程度、制限を設けて、この音を使って演奏してみようということで、ちょっと勇気が出るんじゃないかなと思います。で、過去にですね、リズムでアプローチするアドリブソロっていう動画を出しているので、それをですね、参考にしながら、まずはこのブルーススケールの音を1個とか2個とか3個とかだんだん増やしていって、まず、使える音を制限してですね、ソロの練習をしてみるといいかなと思います。で今回ご紹介したいのはですね、もう一個、今やったブルーススケールって、ブルースっていうぐらいなので、ちょっと暗い印象がありますよね。でも明るい雰囲気の曲もたくさんありますね。今のブルースとかも、ブルージーな要素もありつつも、もうちょっとこう暗い感じじゃなくて明るくやりたいなっていう時に使えるのが6度ブルーススケールと言われるものなんですね。これはまた新しくスケールを覚えなきゃいけないのかっていうと、そういうことではなくって、その、キー、今で言うとキー G でやったので、ソラシドレミミ、E ですね、 E のブルーススケールをまず書き出してもらいたいんですね。でその、6度ですよね、E は G に対して6番目の音なので、6度ブルースと呼んでるんですけれども、そのブルーススケールを E のキーからやると暗く聞こえるんですけれども、それを、今で言うと G の音からやると明るく聞こえるんです。ちょっとやってみますね。 G のブルーススケールはそして、E のブルーススケールはこれですよね。これを E ではなくて G の音から始めてみると、明るい印象ありませんか？同じブルーススケールなのに明るく聞こえるんですよね。この1度ブルースと6度ブルースのスケールを使い分けることで、いろんな曲に対応できるようになります。この明るい印象、6度のブルースを使って演奏してみるとこんな感じです。
で、まあこれを使い続けてもいいですし、明るいの暗いのを両方作ることで、例えばその曲の中で、緩急、まあ、ストーリーをですね作れるようになるわけですね。で今もうさらっと言ってますけど、この1ドブルースと6ドブルースを行ったり来たりするのは結構あの練習が必要かなと思います。まあ決して簡単なことではないんですけれども、コードに沿って一個一個適切と思われるスケールを探していくよりかは、まず第一ステップとしてアドリブソロに取り組む、きっかけとしてはすごくやりやすい汎用性のあることかなと思うので、まあとにかく12キーでブルーススケールを覚える、そしてその曲のキーで明るい暗いの表情をつけるために1度と6度でブルーススケールを当てはめて練習してみるっていうことをやってみてもらえたらなと思います。で実際に行ったり来たりするとこんな感じです。でしょうか。私の話になってしまうんですけれども、私もこのブルーススケールを使ってソロを取るっていうことをやっていって、だんだんそのソロアドリブソロを吹くっていうことに対しての恐怖心だったり、なんかそういうハードルがなくなってくると、なんかもっと別のことをやりたいなとか、新しいスケールを覚えてやってみたいなとかいう欲求が湧いてきて、すごく自分の心持ちが変わっていったという経験があります。もう何からやっていいかとか、まずちょっと興味はあるけど恐怖心があるっていう方はですね、もうとにかくこのブルーススケールっていうのを徹底的に叩き込んでやってみる、まあ、ちょっとした武器を持ってると思って挑んでみる、そこの、チャレンジにつなげられたらなと思っています。まあ、もしかするとこのブルーススケールを吹いてて違和感がある曲もあるかもしれないです。曲の流れの中ですごく複雑なコード進行してて、なんかちょっと変な感じするなと思う部分もあるかもしれないですけど、そういう場合はもう吹かないとか、もうリズム隊に任せてしまうとかで、自分がなんかいけそうだなっていう思った時に音を吹く、まあその休符を楽しむっていう、まあ、ちょっと前向きな捉え方かもしれないですけれども、そういうことでですね、ぜひ怖がらずにアドリブにチャレンジしてもらえたらなと思います。はい、というわけで、今回もアドリブについて皆さんにお伝えしていきました。今後も動画出していくので、ぜひコメントなどよろしくお願いします。以上、レディホンカーズ南でした。